ドラマウーピンです。解説は引き続き最高位戦日本プロ麻雀協会より石橋信弘さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは4社のハイパイ、松ヶ瀬親番白統一九ピン統一、第一相撲が6万メンツはありません。ゆっくりとしたモーションからパーマン、なんちゃにはホリーソーズ1メンツ、赤ウーピン、これドラです。1枚あります。じっくり考えて、いろいろありそうですね。まあ、目いっぱいは初ですね、シンプルに地牌からいきます。シャーチャには中林、急走があんこ、端に寄った手配、ハッシュハッシュ、いきなりローピンとかあるか、いやいや穏やかにペドラウーピンです。おお、なんだこれ、なに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 、なになに、いいペーコーできてますね、ソーズでできてますね。ソーズでにあんこが1個ですね。なんだこれ、234のイペコができてて、はい、あとはソーズ455って余ってるっていう風にも見えますね。スーソー切るとね、ニャウソーのシャンポン系なんか珍しいんですけど、はい、例えばこれチーピンヒーがこれ、はい、イペコです。すごいですよ石橋さん、はい、スーアンコ短期ですね。ニャウソーがないか、無念。でもウーソーは赤ウーソーがあるよ。これチーマン入ったらどうなるんですか。チーマン入ると、はい、あ、スーアンコ1三点だよ。あ、これはもうあのコツでストレートに狙いますよね。すローマ打ちます、いきなりパーマン1切れ、ドラウーピンを少し考えてるか。ローマになったらカンチーマンはいらないと。これポンしますか、まあ、8万1個出てますからもうしますね。そうですね、赤ウソもするか。いやー、でもこの順目だと狙いたい、狙うかもしれないですね。だってローマン切ったぐらいだから。これでもチーピン残したってことはローピン引いて違うルートを考えてるんですかね。チンサル、チンサル、チンサル、これチーピンじゃないですか。おお、そっか、形優先ってことだな。やっぱりじゃあこれローピン引いたらなんか違う、まあ、例えばパーマン切りとか、うん、そうですよ、なんかそういうルート、ちょっとね見方ややこしいんですけど、はい、あ、まあそっか、まあ、現状が3コース手だな。やっぱり、まあ、これウーソーとか行くとツモリスワンコにはなりますよ ね、まあ、リアンソーでもちろんそうですけど、はい、あ、ちょっと手震えてるな。いや、そりゃそうだ、いきなりこの手だ。こんなすごい手なかなか来ないですからね。ないないない、こんなの年に1回ですよ、こんなの60 5巡目でこんなのこれは冷静に決めたいぞ。あとは仕掛けの判断、堀もいい手だよ。いや、これね、ややこしい形ですけど、例えばリャンウソポンすると、はい、シャンポンかと思いきやポンした牌も待ちになる形、ね、例えばリャンウソポンするとウーソーパーマのシャンポンプラスリャンウソの両面待ちのリャンウソ曲がれるってことなんですよ ね、まあ、ただリャンウソはもう興味ないよみたいな、ないてかリャンウソ出たら困るしみたいな、はい、そうです、だからこれ、はい、ね、それ本当 そういうことですよね、うん。まだチーピンからの横伸びで見てるんですよね。パーピン2枚切れてますね、うん、でもこれチーピンっていわゆるドラマタギだからいつまでも持ってる危険性もあるわけですよね、もちろん。そうですね、まあ、ただそこをリスク取る価値あると判断してるわけですね、はいはい、ふとしてはね。さあ、中林もじわじわと、ないっすね、何も引かない、なー、まあ、3万万全なわけじゃないから、まあ、チーピン残しますね。ちなみに山にはウーソー1枚、8万が1枚、リャンソーはもう知らない、一応ないです、うん、3個ありますね。だからウーソーを引くとこれリャンウーソーパーマン待ちですよね。そうですね、でウーソー引いてウーソーで上がっちゃうみたいなのが一番つまんないってことですよねまあ言ってみれば、まあ、上がりにつまんないはないけど、うん、まあ、それでも十分高いですけどね。高いです。いや、何にも引かない、もう天杯の牌どころ かローピンとか引いた時にどうするかめちゃくちゃ興味あるんですよね。だから採用するんですよ、今のだってリャンマンの方が安全ですから、2人取ってる牌がですからね、チーピンは全員取ってないんで、ってことはまあ横に伸びたら採用するんでしょうね。う
うわ広い。採用っていうか、まあ、あのくっつきのいいシャンテンなんで、はい、まあ、そのあの数アンコだけを見てるわけじゃないんですね。これも、ウーソーが浮いてる形だからテンパイスチソーとイーソーイースチソーですね、うん、イースチソー、うん、まあ、あのいわゆる数アンコにはなりませんでしたが、まあまあ悪くはないテンパ。ああ危ない人がいるよ。イースチソー誰誰めちゃくちゃ危ない人がいる。さあまずは松ヶ瀬1、2、3、4トイツ6万4万が現物6万これです掘り。うわーイソもチソも浮いてる。だからこれスッチーソー引けば助かる、うん、スッチーソーだけっすね。うん、6ケソー引いたらイソーだし、はい、他ウッパーソー引いたらチーソーですもんね。そうですね。松ヶ瀬これチートイツにいたということは大きく引いたか4万か。いやこれ6級層よく見えるからサブロピン引いてもね補充ですよね。言いそうになりますか、うん、そうですね。サブロピン引けると一応パーソー切りっていうのが選べれば選べれますね。パーソー通ってないんですよね、はい、だったらもう言いそうで6級層狙い。わおちょっとやっぱりこう緊張感ありますね。ありますね、うん、なんでこれじゃないんだよという面白い形だな。これスチーソースチーソーだとメンタンピンイペーコーなんですよね。223344ですね、うん、イーソーだとそれが全てメンピンなくなる。はい面白い形ですね。だからまあやっぱりあのスワコのイシャントンとして、はい、はい、あの見たいところなんですけど、うん、まあ、太としてはもう単品のくっつきのイシャンテンとしても考えてたってことですね、はい、なるほど、うん、まあ、イペコで、あーこれはどうなの。色相が3見え。いやでもいそうだよね。パーソー切り考えてるね。ダブルワンチャンスじゃないか。6球ちょっと薄くなったんですよ。ワンチャンス型だろ。切れんのマジで。パーソーはワンチャンスですよ。チーソーもワンチャンス。これウッパーソーにすること多分ないですもんね。うん、いやさすがにそうなったか。二千。ちょっとこれは確認。二千点の上がりです。はい、これなかなかねない形なんで。そうかそうか。チーピンに要はローピンとかパーピンとか引けばもうリーチだったっていうことですもんね。レアンソーかまあ内周層を切ってと。単品ペコ組のイシャンテンですね、はいはい。そうですね。なるほどなるほど。三四ソーズ三四五五に複合してる形だったんですね。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。